でドリスさん本人にフローを見せたらすごい懐かしがってまして、うんうん、本来だったらやっちゃいけないことをそれをデザインとしてやってる、そんなことをする人は誰でしょう。これから自分の中でマイヴィンテージになるであろうジャケットです。はい、こんにちは、シトウレイです。今回はですね、ファッショニスタの珠玉の5選なんですけども、この連載が始まる時からクエンさん出てほしかったんですよ。私は自してです。栗野さんです。改めましてよろしくお願いします。今日栗野さんここはどこにいるんでしょう。はい、3年前にビジネスパートナーの中尾という者と一緒にユマノスという会社を作ったんですね。ユマノス、スペイン語というかヒスパニック語で人間という意味なんですけど、うんうん、まあ、なんか人の役に立つ会社を作ろうっていうんで、はい、まあ、自分はユナイテッドの仕事も続けつつ、うん、ユマノスを作って海外のブランドのエージェントをやってます。主にあれですよ、みんな大好きなカルーゾとかね、はい、今日着てるのもそうですし、このショールームにあるのはみんなカルーゾのものが今はあるんですけど、もうなんか長く着て上質で、そうですね、でも気持ちがいいものっていうのは溢れておるんですけれども、そうです、いい空間ですよ。ありがとうございます。今日は珠玉の5選なんですけれども、はい、この後ろにあるのがそうらしいんですけど、はい、早速ここからいきましょう、はい、これ黒いジャケットちょっとすごいよ、見て、昔のサンローランのロゴ。そうですね、エディ・スリーマンが最初にイヴ・サンローランリブゴーシュのデザイナーになってミニショーをやって、うんうん、日本のバイヤーでは僕だけなんですけども、うん、パリで見させていただいて、その時のコレクションです。でもすごい状態めちゃめちゃ良くないですか、生地の。まあすごく気に入ってるし、うん、大事に着てるし、今日はその珠玉の5つということで、ただ珍しいとか懐かしいじゃなくて、現役君たちを、現役今も着てるよっていう、はい、これはだから98年のエディのサンローランなんで、うんうん、肩にパッドがしっかり入ってたり、ウエストがすごく細かったり、3年ぐらい前だったらちょっと違うなって思った人もいるかもしれないけど、今また逆に新鮮なんです。改めて、じゃあジャストサイズっぽい感じとかですか。そうです、ジャストだけど着丈はすごく長いですね。あ、ちょっと細長シルエットみたいな。そうです、そうです。一回着てもらえますか。行きましょう、はい、おお、タイトめな感じ。そうです、だから確かにちゃんと絞るとかなりきついんですよ、うん、ほんとここがキュッてなってるんですね。です、ただほらエディ・スリーマンこの後ディオロームで大爆発するんですけど、うん、もっと細くなったんですよね。ラガーフェルドですらダイエットしたという、50キロ痩せたっていう。そうそう、エディ・スリーマンの細身好きがなんか炸裂した。そうです、ね、第1回目っていうか始まりがこうだったんだ。そうです、そうです。確か細いけど、でも今っぽいっていうのは今っぽい、ね、そうなんですよ。ビッグシルエットがずっと流行った後に最近上半身だけタイトめになってきたなって。そうです、ね、メンズの場合は思います。そうですね、ディナーパーティーとか、うん、そういう時には今でも重宝してます。今日持ってきた中に40年選手と思います、うん、おー次ですか。はい、これね、ほう、前このロゴを見せたら、えこんなのあるんですか。これ、ごく初期モデルです。ドレス、ドレスってこんなロゴだったの。そうです、ドレスバンド店の D と N ですね。あ、まあ、これがね93年、だから30年前。ほう、ドレスっていつデビューでしたっけ。86年です。デビューして6年目7年目ぐらいですかね。ねえ、のセットこれ3ピースなんですよ。わっほー、わっほー。しかもこれベストの背中がこういうストライプなんですよ。あ、ちょっと違うストライプなんだ。クラシックなメンズの服のようにも見えるし、ちょっと土臭い感じもするし、でしかもこのベストは、はい、前が深い打ち合わせになってて、あ、ここじゃないんですよ。こうちょっと入ってるんですね。上着はこういう四つボタンで、すごい V ゾーンが狭くて、はいはいはい、ちょっと昔のこう労働着みたいな感じ。そうですね、この感じからすると。でフラップはすごく大きくて、こう開ける仕様にしちゃったんですね。でパンツは、ワンプリーツで、うん、渡りが太くて、うんうん、下は細く、この形がすごく良くて、こういう感じだ。全然今でも現役です。でドリスさん本人に、うん、これ覚えてるって言ったら、覚えてるっておっしゃって、うんうん、ロゴを見せたらすごい懐かしがってました。自分の場合本当にそういう長く言うと多いんで。クローゼットどうするんですか。いや、大変ですよ。もしかして家が500平米くらいある、うん、どん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 狭くなってて、一回だけ手放したことあったんですよ。バス・ザ・バトンっていう、はいはいはい、あそこで100着ぐらい売ったんですよ。これはあるある話で、うん、手放すと
ほっとして、また増えちゃう。わかります。空間があると埋められるっていう、はい、思っちゃうんですよね。はい、じゃあ来てもらってもいいでしょうか。ちなみに体型変わってないってことですよね。そうだ、そうだ。あんまなくないですか、そんな30年。え、ジャニーズ36年ぐらい前に一時太ったんですよ。でまた痩せて、その後は変わんないです。体型維持はどうしてるんですか。夜は炭水化物食べないとか、でビールと日本酒は飲まなくなりました。へー。あとは、毎朝エクササイズを、そんなハードじゃないエクササイズをする。毎朝30分ぐらいやって、あとはなるべく歩く。あ、木野さん歩くイメージあります。2駅くらいだったら徒歩です、ね、全然普通です。健康のために歩くのもあるけども、歩いてるといろんなものが見えるじゃないですか。僕の人は見ることだから、人の格好とかお店ができたとかなくなったとか、この食べ物屋さん美味しそうだなとか、あとウィンドウのディスプレイの仕方とか。歩くといいこといっぱいありますね。まあ、発見もいっぱいありますよね。服の話です、服の話、もうだからこれはそう、これ結構大きめなんでコートっぽく、なんかこの下になんかまた着ちゃったりとかもしてます。コートとかカバーあるみたいな。結構ゆとりありますもんね。そうそうそう。ドリスさんってのは英国的な柄が好きなんで、このストライプがいいですよね。よく見ると2種類違うストライプみたいなね。はい、次はこちらのニットになりますけども、これすごい網が不思議じゃないですか。そうだ、こう網とこう網とみたいな、すごい不思議な編地になってる。これ専門用で遮光って言うんですけど、編み方がうまくいかない時に遮光しちゃうっていうのが昔あって、斜めっちゃう。でそれは不良品なんですよ。ところがこれは最初から遮光を狙って作ったセーターなんですよ。そんなことをする人は誰でしょう。クイズだったなんか私の中だとギャルソン。正解です。イエーイ。栗野さんのワードローブから考えるとここかなって。で長いこと使ってるからカラーじゃなさそうだといろいろ考えて今日ねシャツはカラー、やっぱり、パンツは TS です。なるほど。今日もちょっと、ね、好きなものだらけで来ました。最高でございます。これがですね1997年、ここでわかるってことですか、へー。コールヤゾンの日本製は全部いつって書いてあるんですか、すごい知らなかった。製造責任者のハンコが押してあるんです。すごくないですか、この小宮さんで。そう、これが分かってくると、いついつの何々ってよかったよねみたいな話から手繰れるんですよ。これは買ったきっかけとかは何かあるんですか。やっぱりね、グレーでプレーンなデザインで、タートルネックが合わせやすいし、なおかつ遮光っていう本来だったらやっちゃいけないことをそれをデザインとしてやってる、そのクリエイティビティにも感動しましたよ。私この着っぱなしみたいなところもすごい好きです。もともとほらコミュニケーションって穴の開いた服で海外では有名になったけど、着っぱなし風にするとか、まあ、遮光させるとか、でもこういうリンキングのところは非常に丁寧に作ってあるとか、僕よりもっとさらにニットの専門家の人が見たらこれも今作れないとかって話になっちゃうかもしれない。少なくとも量産でやろうとなると大変だと思います。これは本当によく着る。めっちゃ状態良くないですか。こんだけ時代を経てこの、ね、この感じ。で本当に作ってた人たちにもう感謝ですよね。次はね、40年以上着てる人は。長いやつ、一番長いやつ。デニムのシャツ、洗いさらし。私の中の栗野さんのイメージはシャツはアイロンかけないっていう。そうですね、1980年とかだからもう44年になっちゃうのかな。アメリカのワークウェアの2大巨頭がオシコシュっていう会社とこのビッグマックだったんですよ。ワークウェア労働着、もしくは囚人が着たりするんですよ。そうなんだ。丈夫な服だからコットン 100% で、これ3本針っていう、丈夫にするためにミシンの針が3本あってそれで縫ってるんですか。でもこれがあまりにも着すぎて破けて直してもらったんですよ。襟やっぱり一番、本当だ本当だ、一番ダメージするところ、ここがもう直しで、まあもう袖もつり切れてるし、でもやっぱりコットンってこれぐらいになるとまたさらにいいんですよ。いいです。あと色のムラがある感じもすごい。だから逆にダメージ加工のものとかは自分は買わないし着ないんですよ。自分でダメージにしたい。そうです。ほー、かっこいい。いやいやいや、こだわり。最初からね、その
ダメージさせるってこと自体、服に対するリスペクトがないというか、そうそうそう、集大成はこちらなわけですね。まあそうですね。これ買ったきっかけとかは？いや、やっぱりもう本当にそのアメリカのワークウェアみたいなものの質実剛健さ、自分に訴えるものがあって、その丈夫で長持ちするものでどういう着こなしもできるような、うん、そういうものをずっと着ていたいなと思って。ボタンだって取れないですもんね。え、自分でやったとかではなく、全然ボタン付け直したことないです。で、工場で働いたり炭鉱で働いたりする人はペンを入れやすいようにここにペン差しもついてる。はあ、理にかなってる。でもうちょっと凝ってるやつはこのペンがぶれないように、うん、ここにもちっちゃくステッチ入れて、うんうん、ここからスポーンっていくようになってたりもします。スポーンっていける。じゃあ次行きますか。ラストですね。あ、これもしかして。そうなんです。サトシ君のセッチュシグネチャーのジャケットですよね。あの、折りたためる折り紙ジャケットっていうのかな。この人は、まだ全然半年ぐらいの話なんですけど、半年前に購入したもの、はい、なぜじゃあこれ持ってきたかというと、すで、うん、に自分の中でアーカイブ化してる人たち、はい、これから自分の中でマイヴィンテージになるであろうジャケット。最大評価じゃないですか。最大評価じゃないですか。セッチュは改めて説明しますと、はいはい、サトシ君っていう男の子が LVMH のアワードを取ったブランドなんですよね。日本人で初めてですよね、はい、アワード。いや、アワードは何人かいるんだけど、グランプリはダブレット以来です。そっか、じゃあ結構経ってますよね。ダブレットが最初。何しろものづくりが非常にこう真面目で、洋服のものづくりのカルチャーを残そうってことも考えてるし、あと日本の良さをちゃんと。そうですね。例えば今でも和洋折衷的なことを考えた人っているんだけど、なんちゃって着物だったり、うんうん、ちょっと違いますね。何か違うよなっていう、お江戸感がある、うん、で彼の場合はもともとサビル・ローでテーラーとして学んでたっていう。でしかも途中で学校入り直したりして、なんかセントマーチンズに行ってたりとか、うんうん、でこの間キコ・コスタディノフっていう人と話してたら、はい、サビル・ローで修行してる時に、うん、セントマーチンの先輩でサビル・ローで仕事をしてる人がいるっていうのを知って、うん、あの訪ねてって頼み込んで、あのアシスタントみたいなことをやらせてもらったって言ってました。いろんなことを教わったって言ってました。まあ、これ畳じわがあるわけです。畳じわのまま畳めるっていう、本来服としてはネガティブ要素になりがちじゃないですか。でもそれはありじゃないかデザインとして。そうそうそう、いい、このね、そう、吊るしよりも着た方がかっこいいよね。まあ、着物ってそうですよね、うんうん、畳んだ時ってただのぺったんこだけど、うん、着ると、はい、着物の良さ、畳めるとか、あと、うん、生地を無駄にしないとか、うん、でサビ色もやっぱりその生地を無駄にしないカルチャーっていうのがあって、うんうん、それが頭の中でこう一緒になったみたいですよ。これさっきのワークウェア的なアイデアなんですよ。これペンか、ペンが入るんじゃない、はい、ここに線が入ってるところね。最近そこまで自分が、ああ来たなっていうのは、うん、折衷がトップですね。はい、クイノさんの珠玉の五線、どれもめちゃめちゃ面白かったし、なんかすごい愛情が伝わってきました。ありがとうございます。ファッション愛っていうか、ファッションという世界に対する愛っていうか伝わりました。ありがとうございます。いや、本当面白かったんですけど、この5点皆様どれが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。